はい、渡辺です。今回もね、クラス使っていきたいと思います。で、引き続きね、大和田のクラスで、ピースキーパーのクラスで、ニュークタウン尽くしのチームデスマッチで遊んでみたいと思います。今回は全員乗らんですね。全員揃ってるな。1人少なかったんだよ、うちら。あと、サイト1個とアタッチメント5個で、あと5キルで、パープレックス回避ですチームね。デスマッチ。はい、ガボド、いつもの美少女キャラ、お気に入りのやつですね。あと、ゾンビ、これ、サメですね。武器チャーム。連中は終わりだ。ロングショットも欲しいけどな。こちらが主導権を取った。ちょっと今、指切りちょっとやってたな。最近、ベンデッタ多く使ってるから、指切りの癖がついちゃって。でも、フロートでもタップ打ちやったら、命中率がそんだけ上がるからね。ロングショットのチャレンジとか、いいんじゃないですか。結構確率増えて。敵さんがめっちゃ前に出てこんわ。とっつっちゃうもん。アサルトパックレディ見たね。ここにいますか。めっちゃ持ってるわ。とっつってんのよ。だから、チーズさんあんまりやりたくないんですよ。進まないから。試合がすぐ終わっちゃうから。で、こうやってイモリプレイになるっしょ。2キル、2キルか。あと3キルで終わるね。ロングショット欲しいんだよな、俺。ちょっとロングショットやろうかな。イモリ、立つろよ、もうちょい。こいつは。デラフをやった。スチールも終われね、これ。ロングショットちょっとやりたいな。あと1キルで終わるんだけど、ロングショットやりたいな。敵さんが顔出さんね。とつるかも。あ、割れねえな。なんでだこれ。めっちゃ持ってるわ。もうちょっととつってほしいっすわ。その方が面白いけどね。後ろにいたわ。パープレックス解除したので、クラスをこの大和田なのからこの高橋のクラスに変えますよ。これノーアウトで50キロのマザーオブパールメッセージチャレンジですね。ロングショットちょっとやりたいな。スチールまた1回なんですよ。ランチャー、オッケーオッケー。いる、やってぜ。今のこと許さんよ。ここはロングショットなんだな。覚えた覚えた。はい、どうぞ。ちょ、もらっちゃ。いいね、ここね。ここはロングショットここなんだ。いつもこの辺でやるからね。ここの方がロングショットになるのか。顔出してくれよ。入った。お前ら。あ、入ったか。スナイパーばっかが本当に。ここにいるよな、これ。これ、ちょっと、これをして。死んだでしょ？スライパーライフふざけてるわ、あれ。ずっと持ってるやん。めっちゃ敵が、持ってるわ。だんだんでも、突ってきてるね。破壊された。あ、敵のタックデプロイビーコンを破壊した。これ出しとく。敵の UAV が旋回している。あ、失敗したわ。200出てたのか。イミネンス、あれ失敗してしまったな。圧勝してるぜ、めっちゃ。キューブ。スチールできるんじゃない？勝利は目前だ。キ
ケアパッケ行くか。ケアパッケージを投入可能だ。ゴー。UAV のミッションタイムライン 50% を確認。デッド隊がミスですね。いつものビジュがゾンビに襲われてるやつですね。早く落ちてくれ。スレッシャー出てるのか。R6D。いいね。これ好きだよ。BO2 の頃からめっちゃ好きで。あ、ブラックオプスからだな、これ。お、ダブルで。上にいるよ、これ。あ、いねえか。あ、失敗。あ、終わりか。圧勝するだよ、これ。ちょっとダブルスコアで。圧勝しすぎだっつうの。うちらのトップだ。だいたいリーパーになってるのが多いな。スチール。あ、これ、VMP だな。俺持ってるぞ。持ってる人いるんだ、もう。あの、1週間後になるからね。獲得して。3ついっぺんに獲得してるから。これなんか最後みたいだよ。また噂ありますよ、あの。ANQ4、エコーフォーク、デュアルフォア2。で、VMP。3種類新武器追加されたんだけど。なんか、それで最後のような噂があるんだけど。BO4 新武器追加は。今回の3種類で最後とか言ってたんだけど。ちょっとそれじゃ困るね。ティア50でウルトラ武器よりも獲得できるし、あと、絶対の、トリプルプレイも実装されると思うんでね。それでトリプルプレイ1個獲得でしょ。で、特別イベントも多分やるんで、それで1個で3個入る。でね。よっしゃ。サイト1個とアタッチメント5個で50キロで、パープル X 迷彩解除にプラス 2500XP ですね。これ、ダブル XP だから5000入りますね。成績振るわんかったけど。はい、プレミアさんありがとうございました。こんだけも保ってますね。これ進まないですよ、全然。これはスネーパーライフルじゃなくて多分終わらないと思うんですよ。これが終わらないね。あ、これ2つね。これスネーパーライフル使えばすぐ終わると思いますよ。ローカス使えば終わるんじゃない。これローカスも武器レベル上げやろうかなと思ったんだけど、ローカス使えば終わると思うんだけどね。今回もこれですね。武器タック5、ブーストキル367キル。クラッシュいつやっぱりね。アサルトパックボーナスが2214ですね。これが終わったからね、サイト1個とアタッチメント5個で50キルで、パープル X チャレンジ終わったんで、迷彩解除したので急遽、この大和田7から、この高橋樹のノーアタで50キロのマザーパールのクラスに変えてみました。あ、あと1回だな。あ、1回進んでんのか。ロングショット1回だけだったと思うんで。覚えてないけど。あ、そっか、1回やってるよね、さっきね。あ、片手で。これ5キロ、あと45キロ。これも、あ、スチール4回までやってますよ、これ。さっきやったんでね。いつもだったらこれ最後に残るんだけど、これ早いかもしれないね。引き続きこれやっていくんでね。はい。今回、大和田奈々と、高橋のクラスのピースキーパーヘリオンサルボスティムショットにスペシャリストは、クラッシュを使用して、ニュークタウン尽くしのチームデスマッチの試合で、ピースキーパーでのサイト1個とアタッチメント5個で50キル完了で、パープル X 迷彩解除できました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。